こんにちは、スターひろじです。今回の動画ですけど、今回は5泊6日で、南アルプスの奥地ですね、新南奥地に行ってまいりました。それでですね、動画の方は1日を一区切りにして、動画にしたいと思います。5泊6日なので、6回分か、6話に分けて作りたいと思います。それでね、収まらない部分もあると思うんで、それは、一応番外編ということで、1から6まで 1,2,3,4,5,6 日を、一つの動画にして、収まらない分、まあ釣りをやってるところはちょっと収まってないね、そこは、別動画で見たい人だけ見る感じで、動画を作っていきたいと思います。はい、それでですね、今回のね、釣りはね、ちょっとね、やっぱり、かなりね、奥まで行ったということで、ちょっとルート的にもね、危ない場所があったりね、したんで、ちょっとね、真似をしないでというか、自分自身ももう行きたくないんだけど、場所が、分かったとしても、ちょっと行かないでもらった方がいいと思います。するとね、場所が分かる人は分かると思うんで、場所については、コメントを差し控えていただきたいと思います。はい。でね、本当に、危ないところなんで、くれぐれも真似をしないでください。それだけ注意してください。それでは、南アルプス新南の釣りですね。5泊6日の釣り、動画始めたいと思います。はい、どうぞ、どうぞ。
おはようございます、スターひろじです。今日は4月29日土曜日ですね。今日からねゴールデンウィークが始まります。それで一応ね連休的には長い長い9連休の休みが取れましたね。途中ね有給休暇を3日ほど入れたんだけど、うまい具合に有給休暇も通って、9連休になりました。それでね初っ端初日から、南アルプスのね今新南部最奥部に向かってます。でね、車を出たのが5時ぐらいかで、今の時間が7時ぐらい、今2時間ですね。ここまでかかってます。結構な登りだなこれ。このね今回はね去年も挑んだんだけど最深部に途中で敗退したんで、今年はまた別ルートでね新南部の最奥を目指したいと思います。でね天気はね本当は週間予報だとね今日と明日が雨だったんだけど、今日はね夜まではなんとかもうそんな感じなんで行けるとこまで進みたいと思います。で明日がね予報だと午前中が雨っぽいんで、午前中はゆっくりして、まあ午前中の前かするぐらいに出発して、奥を目指したいと思います。多分ね今日一日奥に行くの無理なんで、途中で止まって次の日アタックですねの予定です。多分 ほとんど釣り、今日と明日釣りにならないと思うんで、釣りをする暇が謎なの。まあ今日はね順調に行けば夕方釣りができるかなぐらいな感じで、多分明日もどうだろうね。とにかくね未知数のルートなんで、沢屋さんとか山屋さんのブログとか山レコとか見てもね書いてないんでね、こう道を行って目的地、僕の目的地に行ってるっていう、なんていうかデータというか資料はないんで全くの未知数ですね。なんで途中敗退もまたありえますね。道がねちょっと山レコ見てもね山屋さんが、ね、途中で引っ返してるような道とかあるんで、そこが突破できるかどうか謎っていうのと、あとその最深部のアタックの時にね道がないっていうかね、通った記憶がないっていうような道を通って、ピークハントしたいんで、まあその2つですね。そこさえクリアできればなんとかいけそうな気がするんだけど、その2つがまた未知数なんで、ちょっと怖いところはあるけど、まあ安全第一で行きたいと思います。はい、とりあえずここ登ります。はい、今7時21分ですね。ここを横ばいに進んでいきたいと思います。で朝飯はね来る途中にパンを2つ、あんドーナツとジャムパンを食いました。はい、で、ね、今日のねリュックはね 17.5 キロ測ったらあったんだけど、意外にねパッと背負った感じはあこんなもんかっていう感じなんだけど、まだねまだそれほど大丈夫なんだけど、これがね時間が経つにつれてね結構ね肩にじわじわくるんでまだ2時間ちょっと半2時間半ぐらいしか経ってないからあれだけど、これまた5時間6時間とか経ってくると肩にめり込んできて辛くなってくると思います。 17.5 キロです今日の荷物は。もうパンパンだね、これ以上入んないんじゃねえかっていうぐらいいろいろ詰め込んできた。
よし、それでは。天気がいいね。こういう感じだったらね、気持ちよく、気持ちいいのは今のうちかもしれないけど、進めそうだね。では、定期的にまた動画を回します。では、進みます。やはりこうなるか。まあこれは分かっていたことだが、いい道ばっか通過でな。ちょ、荷物がね、重いんでね、舐めてるとね、落ちちゃう。普通の装備だったらタンタンタンっていけんだけど、荷物がね、重いからね、タン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 いけねえんだよ、これな。鹿も歩いてるんだもんな。鹿っていうか誰も歩いてるんだよ、これ。あとはねえぞ、歩いてる。うわ、危ねえ、勝て。やべやべ、旅じゃねえから。しかもこれ危ねえよ、これ。舐めてたら下まで行くぞ、これ。これがね、やばいとさ、こうサクッと入って安定するんだけど、これ硬いからなんかずるっていくんだよ、これ。しかもこのフェルトの上だっていうのはちょっと、なおかつ危ねえな。あり地獄。これがひたすら何キロ、30キロぐらいの、これ。いやこれか、やべえな、この愛禅があった方がいい、これな。マジで。全然、グリップしねえよ。硬くて、バンが。よいしょ。リュックが重いな。こういう時にこうリュックの重さを感じるよな。やべえ。突破っていうか、これ多分序の口なんだよ、これ。ずっとこれだよ、これ多分。こんなんばっかだと思うよ、これ。よいしょ。お、これ腰脂じゃね、これ。噂の。どうこれ、腰脂これ。これ違うの、これ。なんかこんなんだ、腰脂ってな。みんな取ってるやつが。沢があるぜ、沢が。おお、橋が残ってるってすげえな。どう、休憩しようか。休憩。魚釣れんだね、これ。釣れねえな。このすげえ落差だもんな。これ休憩していこう。ちょい休憩です。もう8時15分だね。8時15分。天気が良くて最高だね。5月、まあ5月晴れじゃねえな。4月か、まだ。いやー、なんかね、気持ちいいな。歩いてて。釣り師じゃなくてもやっぱり
山歩きの人とか、あの沢歩きの人は釣りとかしないで山をこう歩いてね、釣り師からするとこう何が楽しいのかなと思う人もいるかもしれないけど、なんかこう気持ちいいね、こう山を歩いてると。しかも誰もいねえからな、一人だけで山奥を歩いてるっていうのはちょっとすごい気持ちがいいね、晴れてると。こう気温もね、ちょうど今半袖で気温もちょうどいいし、天気がいいし、なんかこういいね。これまた雨とかだったらね、あの気分が沈んじゃったりするんだけど、天気がいいとすげえ歩いてて楽しいね。カモシカです。すげえな、あんな崖にいるぞカモシカは。カモシカ目が悪いらしいからな、気づいてねえんじゃね。あ、いたいた、すげえな、ブサイクだよなカモシカって。鳴き声もなんかブサイクだしな。ここをすったかすったかいたぞ、すったかすったか、すごいな、立ったか立ったかいったよ、こんなとこ。これが中間地点ですね。去年はね、あそこの山をダーッとこう登ってって、ダーッと登ってちょっと向こうかな、向こうから一回川に降りてからの一泊して上に上がるというね、そういう感じだったんだけどね、一年越しに違う角度から去年歩いた山を見て感慨深いですね。ちょっと違う景色が見れてる、道は崩れてる。はい、今9時11分ですね。4時間ちょっと経過してるね、出発から。なんかこの水飲めなそうだよな、なんかこの水はなんかね飲めなそうな気がする、なんか流れ込んでて。もう過去の異物ですねこれは。なんかコンクリートのなんていうのこれ、土砂崩れ止め道路かなんかわかんないけど、なんか水があるな、雪解けとかかなわかんないけど、水がすごい豊富だね、ジャージャー流れてる。なんか園庭もあるし上に。腹が減った、もうちょい行ったらご飯にしよう、ご飯っていうかパンが2個しか食ってないから、これパン食おう。もうちょい行ったら本当はジャバジャバってこう水を飲みたいんだけどね、ちょっとなんか流れ込んでそうな沢なんでやめた。ワンチャン魚がいそうな規模の沢が出てきたね。これ魚いるんじゃないのこれ。でこれ大水が出てもさ脇に堆肥できるから、これなんか魚がいるかもしんねえな。ちょ帰りに余裕があったらやってみようか。これはなんかイワナいそうだな、逃げ場がある。これ腰脂じゃない、もしかしてこんな感じなんだっけ、腰脂って群生してる、群生ね。なんかみんなの写真を見るとなんかこんな感じだけどな、腰脂。すごいですね、宿舎みたいな、多分昔の営林関係者の多分宿舎かなこれね。でげえな、すげえすげえ。こういうね人が作ったこのなんていうの、廃れたものっていうのもなんか歴史を感じるのかな。
歴史的建造物みたいな。すげえな。すごい。ヒキガエルの鳴き声。すげえな、この山奥で。しかもいっぱいなんか、いっぱい交尾してるぞ、おい。やっぱあれなんだな。すごいね、数が。ホジュンとチニョンみたいに、オスとメスがやっぱわかるね。こっち。お、すげえ。ペアがいっぱい、わー、転がってる。ペアごと転がってる。すごいすごい。おー、こんな山奥で、まとまってんだな、近くに。固まってんだな。争奪戦だ、メスの争奪戦だ。今ね、キツツキの音が聞こえた。ゴゴゴゴゴゴンつって。また鳴るかな。出てきましたね、ついに。もうプチ難所だよな、これ。しかし、紐はこれ切れそうだ、これ。マジで。なんかもうボロボロ。紐が。やべえ、これ。紐がいつ切れてもおかしくない、これ。まあ、誰かは仕掛けてるってことは。しかし、この木が邪魔だな。仕掛けてるっていうことはいけるということだ。まあ、なんかいけるな。気を抜かないように。一瞬の気の緩みが命取りだな、こういうのは。ズルって言ったら終わりだな。はい、今12時28分ですね。去年の帰り道はこっからこう来て、そこを降りて川に行って上がってたんだよね。そういうことは、こっから先は去年行ってるから行けないってことないね。ちょっと今日のあれだね、ほっとしたね。一つ問題が解決した。こっちでずっと行けるね。こっから先はね、去年歩いてるから行けるんだよね。今12時28分だろ。うまくいけば3時4時ぐらいには着くなと思うよ。うまくいけば目的地に。よし、ちょっとね、体はね、肩はもう痛くなってきたけど、心身面でちょっと心のゆとりができたね。こっから先はいけるっていうのは分かってるから。ちょっとほっとした。では先を急ぎましょうか。ちょっとゆとりがあればちょっと竿出してな。多分ね、今水量的にすごいいい水量だと思うんだよね。また明日雨降ってどうかわかんないけど、釣りがしやすそうな水量で、雨が降る前に、今日夜雨降るって言ってから。では行きましょう。はい、1時50分ですね。小屋に来ました。でかい小屋ですね。去年はね、雨が降ってて、ここで雨宿りさせてもらったんだけど、
今日は晴れてるんでスルーします。去年2日目だったね。1日目はもう川降りたとこで川渡れなくて止まって、2日目の昼ぐらいだっけな、ここな通って雨降ってたからちょっと雨宿りさせてもらったのは、1日目でここを突破してるってことは去年よりはハイペースだ。川を見てたらね、なんかすげえ釣れそうなんだよな。水量がねバッチリでめちゃめちゃ釣れそうなんだけど、ちょっと今2時前ぐらいでしょ、ちょっとねもうちょい先で竿を出しちゃおうかなと思って、もう先が見えたんでね、目的地のほんとあと2時間も歩きゃ着くはずなんだよな。釣りながら回ってた方がなんか早いような気がするから、時間が経つのが。とりあえずもう一個難所があるからそこ突破してからもしかしたら川に降りて竿を出すかもしれません。はいはい、今の時間が2時20分。こっからね竿を出していくか、釣り上がりながら行こう。水もねちょうどいい感じになってるから釣りをしながら上がっててみよう。もしかしたら釣れるかもしれない。よいしょ。渡れるね、なんとかね。よし。それちょっとリュックが重いから、ルアーやるか。天からで振りながら、ああ、でも面白いかもな、天からもな。どうしようか、どうしてやろうかな。天からやろうかな。天からやろう。天からやっていこう。はい、じゃあちょっと準備します。今の時間が何時だ？2時34分。2時34分、釣り開始。いや釣る時間あってよかったね。これ歩いていくとちょうど5時ぐらいに多分目的地に到着のはずなんだよ。いやリュックが重いな、おい。とにかくリュックが重い。これを背負いながら釣りをするっていうのはなかなか大変だな。いや、いたね、魚。よいしょ。よいしょ。よし、やるぞ。明日は雨なんだよな。今日の夜から。それどうなるか。よし、行こう。竿がリバーピークの、極み点から38ですね。38.8m。これで行きます。よいしょ。でラインは長めになってますね。竿尻30センチまで4号のレベルライン、そこから2号のレベルラインが矢引きより多いな。 1.2m ぐらいかで、ハリスが 0.85。 さっきの下の感じだとなんかすぐ釣れそうな感じだったけどね、魚いたし。手割り投げたらポンってすぐ追ってきたから。じゃあ、バレた。来たね今。バレちゃったよ。結構渡るのギリギリだな。水量多いな、俺。水量が多い。
ないかな。上田穴開いてねえかな。来る途中結構険しいとこ来たからね。怖いんだろう。あ、た、お、来た。ただ流しても来そうだね。なんか すげえ来るぞ、おい。あ、多分でも、どうだろう。悟った方がいいかな。おお、今ジャンプしたね。ほいほい。わー、バレた。アマゴちゃん。ジャンプしたよ、おい。フォーカスってだね。でかいのいねえかな、でかいの。でかいのいいんだろうな、多分な。来た、あー来た、お、来た。ちょっと怖いね。来るけど。いや、でも、すげえ数いる、やっぱり。いや、愛しのアマゴちゃん。かわいいね。愛しの愛しのアマゴちゃん。渡れっかな、これ。うわ、重い。来た、あー、バレた。あ、来たね。おお、ママ、お、ママでいけるこれ。尺はねえな。ママサイズ。なんだ、置き場よ。なんだ、置き場よ。木にしか落ちてたよ。おいっ。おお、いいサイズ、いいサイズ、いいサイズ。27ぐらいあるのか。木に光ってた、上に。やばい、釣れるで、これ。はい、サンキュー。両方。はい。いやー、いいね。ナイスサイズ来たね、ナイスサイズ。で、木に引っかかってる。ふざけんなよ、木を。腹が減ってきたな、おい。あ、お、来た。おー、ママでもない。腹が減った。あ、外れた。あ、外れた、おい。この影にそうなんだな。来た。おお。いいね、いいね。そこまで大きくねえけど。はい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 、アマゴちゃん。まあまあいいサイズじゃないですか。アマゴちゃん、
はい、一回ちょっと釣りやめて、基地に行きます。ちょっとね、腹が減ったのと、結構やっぱずっと歩いて疲れたのもあるから、まだ釣りしたいんだけど、ちょっとね、釣り体が動かなくなりそうだから、ちょっと先に物置に行きます。いや、結構ね、食料温存してたら腹が減ってきた。で、結構ね、今日もう歩いたからね、体力結構使ってたのね。プラス肩が痛いわ、リュックが重くて。いろんな要素が合わさって一旦釣りはやめ、もう なんかね、もう満足してない。釣りすげえ釣れるわ、どこでも釣れる。一回林道逃げる。はい、6時45分ですね。違う、16時45分だ。4時45分。なんとか五竜天に着きました。あとは川渡れそうだね。はいはい、じゃあ目的地まで一応5時前には着いたとか、12時間かかってねえな、釣り込みで。はい、五竜天ですね。なかった。疲れた。それ飯食いてえな。で、今日のね、夜からね、雨が降って、明日の午前中降り続くらしいんで、今日はね、避難小屋に泊まろうと思います。その避難小屋があるんでね、そうすることによって濡れたタープとか吸えるとしまわなくていいんでね。また濡れると重いね、これが。なんで避難小屋を使えば、濡れたやつをしまわなくてもいいし、まあ、雨の脅威にさらされることもないと思うんで。はい、今日は避難小屋に。ただ不気味なんだよな、人が作ったものっていうのは、なんかすげえ不気味なんだよね。夜とかお化けとか出てこなきゃいけない。確かね、大ちゃんたちもね、避難小屋で宴会してたはずな、前。そして喉渇いたから水飲んで、水汲んでこよう。はい、よいしょ。雲の差ってる。あ、全然いいわ、ありがとう。ここにちょっと止めてもらう。今日これ絶対大ちゃんたちだよな、これ。かまどもあるしね。これ雨でね、雨でも全然怖くない。よし、じゃあ飯の準備しよう。台もあるし、飯の準備をしますね。いやー、最高に安定してるね。すげえな、やっぱ広々していいな。みんな使ってんだろうな、きっとな。いやー、これはすげえ楽だわ。雨降ってきてもあれだし、火がつけばな、これ乾かすんだけど。雨が降ってきたね。ギリギリ滑り込みセーフだったね。ちょっと遅れたら、ちょっと釣りをしたら濡れてたね。セーフセーフ。雨が降る前に入ったもんね、水も汲んで。よし、いや、めっちゃギリギリセーフじゃん。夕方から降るとは言ってたから、すごい予報は当たってるね。
2分経ったけどいいのかな。あ、汁がうめえ。酒もうめえ。よし、いいだろう。じゃーん。はい、できました。マルタイラーメン、今日はこれを食って酒飲んで寝ます。よし、はい、今5時半ですね。今日はね、もう疲れたんで寝ます。ご飯も食ったし、酒も鬼殺し1本飲んだし、今日はもう寝たいと思います。爆睡だなこれな。これかなりね、寝心地がいいよ、これ。広いからね、なんか。すげえ寝れそう。とりあえず今日は快適に寝れそうです。はい、それでは1日目終了です。お疲れさんでした。